エフケは白黒フィルムを主力製品とするクロアチアの企業、フォトケミカのバ有限責任会社の写真フィルム、インガガミ、現像薬品のブランドである。エフケのフィルムは金属銀の含有量が高く、ラティチュードが幅広いことで知られる。フォトケミカは1970年にドイツのアドックスからフィルム製法についての権利を取得しているが、この製法は アドックスが1940年代に開発したものである。FK のフィルムは他社の白黒フィルムに比して初心者に扱いやすいとされる。FK において特筆すべきは、コダックが1995年7月に製造を終了した127フィルム、いわゆるベストファンフィルムを引き続き製造を販売していた点である。他にはドイツのマコが ローライブランドの127フィルムを、カナダのブルーファイアラボラトリーズが、ブルーファイア村の160というカラーの127フィルムをそれぞれ製造販売していた。FK の製品はほとんど日本では出回らなかったが、127フィルムに関しては、クラシックカメラを扱う店で長らく扱われていた。FK の日本での正規輸入代理店は、カワウソ商店である。同商店により、 127フィルム以外の多くのフィルムが日本国内で入手可能になった。2012年製造設備が修理不能となり、FK のフィルムと因果紙はすべて出荷を終了している。f k イト5 0で撮影したもの。フォトケミカの場有限責任会社は白黒フィルムを主力製品とするクロアチアの企業である。 第二次世界大戦後の1947年、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成する、クロアチア社会主義共和国の首都ザグレブ市内、マクシミールに正式な拠点を構え、白黒写真用の印画紙、現像薬品、写真機の製造を開始した。1952年、ザグレブ近郊の都市、 サモボルにフィルム工場を開設、白黒フィルムの製造を開始する。1954年には、X1000 フィルム、映画用の白黒リバーサルフィルム、マイクロフィルム等を生産開始している。1970年、すでに米国の企業、デュポンに売却されていた、ドイツのアドックスから、商標以外のフィルムについての権利を取得した。 1991年6月25日のクロアチアの独立以降も、フォトケミカは広範囲の写真製品を製造し続け、1999年の時点ではサモドル工場のみで製造を続けていた。2003年、フォトケミカ製品の製造販売を継続するため、現在のフォトケミカノバ有限責任会社を新たに設立し、すべての事業を継承した。 ありがとうございます。